もう帰らなきゃな。何回言ったか。止まらない時間を見てみないふりした。はい、始まりました、アンペアの趣味の時間です。はい、アンペアです。はい、特にね、細かいことは気にせず、いつもとちょっと違う人がいますけど気にしないでください。はい、島倉じゃなくて今日は斉藤なんですけど。斉藤です。はい、はい、はい、この番組は写真に残す確かにある今、サカスタとあなたのお酒の秋葉原プチショップ丸山、これ毎回このキャッチコピー変えてるんですけど、はい、今日せっかく斉藤なんで、はい、斉藤さん1個なんかプチショップ丸山のキャッチコピーを、そうですね、はい、やっぱお酒屋さんなので、はい、飲んだら飲まれろプチショップ丸山飲まれちゃった飲まれちゃった、はい、なんてどうでしょうかね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。はいはい、そして、鹿島保育園デイサービス鹿島ケアプラン鹿島の提供でお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということでこの番組なんですけど、はい、知ってます？趣旨、趣旨はちょっとあんまり理解ができてないんですけども、はい、この番組はいい年した大人のアンペアが、はい、まあ、大した趣味も特技もないので、うん、地元で活躍している一流の先生をお呼びして、はい、素晴らしいことを教えていただいて、はい、僕たちのなんか趣味とか特技にできていったらいいなっていう番組なんですよ。いいですね。そうなんですよ皆さん、うん、はい、初めの一歩に、ね、なったらいいですよね。今日割と、ね、年齢層高めでお送りしてますけど、はい、いいですね、はい、うん、年齢層と血圧を、ね、高めていきたいと思いますけどさあ、そういうことでですね、はい、今月のゲストは、シルバー気候太極拳クラブ、はい、代表の高井先生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今月のテーマは太極拳ということなんですけども、はい、先生、うん、太極拳ってそもそも何なんですか？なんとなく知ってるでしょ？うん、なんとなくやっぱりなんか聞いたことあるけど、うん、でも実際に見たこともないし、あ、生でね、っていう感じぐらい、うん、中国の人がなんかみんなでやってたりとか、うんうん、はい、中国の武術です。はい、武術なんですか？ですで、はい、体操じゃなくて武術です。戦えるんですか？戦える、相手がいることです。へぇ、それの受け身です。それから攻撃したり受け身をしたり、それが太極拳です。あ、じゃあ実際戦え、戦えるというか、はい、相手を押し出すとか、はい、引くとか、そういう蹴るとか、そういうところを実践的なものなんですね。そうですね、はい、武術です。はい、でそれでシルバー気候太極拳クラブですよね。はい、それはちょっとその団体の説明というかしていただけますか？はい、はい、私どもの、 シルバー気候太極拳は、うん、桐生市、みどり市、太田市、伊勢崎市、いろんなところから広く来てるんですけども、最初は高齢者対策で始まったクラブなんです。ですから、うん、ほとんどボランティアでやってるんですけども、それでもね、高齢者が元気に長生きをして、なるべくお医者さんにかからないで施設に行くのも一日も遅くっていうことで、うん、ね、それと独居で一人で暮らしてる人ね、出てきてください、はい、ね、少し体を動かしましょうよっていうことから始まったので、ですから下は55歳、上はもう下が55歳、はい、上はいくつでも、はい、今年はね、90の人が入ってきました。え、あ、今年入ってきたんですか？そうなんです、これはすごい、はい、もう奇跡ですね。すごいですね、元気ですね、90歳 で、 で90で、うわ、ちなみに最高年齢は、最高齢が今までは84だったんです、はい、それもすごいですよ、伸びました、
すごいですね、一気に。その方90からもう初めてですか。そう、初めて。へえ、すごいですね。90歳から始められることってそんなにないですよ。そうですよね、すごいですね。それで、あのその人が言うのに、私の年齢言わないでくださいと言うんです。でもね、私たちに嬉しいですよ。つい喋っちゃうんですけどね。それがまたおめでたい話でね、昭和元年の1月1日までで、昭和元年トリプルですよね、1日1日ってね、はい、それなんです。今年はだからの最後になっていい年でなったなぁなんて思いました。そうです、だって平成元年に生まれたって何歳ですか。27歳そうですよね、昭和元年ってすごいですね。すごいでしょ、すごいです、そのくらい、まあ、あのゆったりした運動なので、うん、私にもできるかなっていうんで、うん、問いかけてきたんで、どうぞできますよ。無理なくできるわけですね。そうなんです、はい、いいですね、みんなが参加できるって。ちなみにそういったこれ見てる方とかでもし、はい、この90歳とかで入りたいな、はい、やってみたいなっていう方はどうしたらいいですか。もうぜひお待ちしております。お待ち、連絡先とか、連絡先はほとんど私のところに来ておりますけども、はい、なんか調べたりすれば出てきたりしますかね。ちょっとじゃあ宣伝させていただきます。はい、お願いします。はい、はいはい、私どもではあのボランティア精神の集まったあのメンバーがたくさんいるので、はい、とにかく1回100円で太極拳を教えて、100円です。ワンコイン、ワンコインって言うと500円にあの間違えられるので100円ということでやってみて。すごい100円です。ですからみんな本当かな本当かなって言ってくるわけですよ ね、 そうですね。だけどもここにも運営者いますけども、はい、100円ですよね、間違いなく100円ですよ、ね、本当ですか。税込み、税込みですか。大丈夫です。ポッキリで100円、ポッキリで100円、ポッキリです、はい、100円だって今の子供たちには100円ではそっぽ向きますよね。そうですね、でも私たちはもう丁寧にいらっしゃいませ、ようこそって大事に大事に会員さんを増やしております。お優しい。で今年は300、去年も300超えたんですけど今年も300超えました。300人、またあの税務署から入ると困るので何とか言いませんけども、300人は正確な、ね、正確な数字はいろいろぼんやりとね、はいはい、ぼんやりとね、なるほど、はい、それで100円の教室を8教室ありまして、はい、大体月曜日から土曜日までどこでもあの行けるようになっており、システムになっております、はいはいはい、それなので皆さんが喜んで、ここに来てくださってる方はもう週に3回はやってますよね。3回やってますよね。4回の人もいますよね。6回の人もいますよね。6回すごいです。全部毎日じゃないですか、ね、そう、毎日毎日が太極拳。なんか1日でもしないと体がなまるかなって、そういう人もいますよね。そうなんです。例えばどこでやってるんですか、場所は。場所は、はい、桐生の、はい、運動公園の体育館、あ、それから緑市では緑体育館、はい、ね、川沢家のね、それから青年の家とか、はいはい、それから、はい、あとはどこでしたっけ、川内公民館、はい、うん、南中学の後とかね、8カ所でやっております。すごいですね。じゃあやりたいなという人その辺行ってみればいますかね。もちろん、そうですよ。連絡先分かんないからね、行ってみようなんて言ってくれれば、ぜひ体を動かしたい人は、ね、はい、来ていただきたいと思う。来なければ何も始まらないですよね。それで大体2時間でやるんですけども、はい、30分なり40分はストレッチやります。ヨガを入れたストレッチ、そこでもうしっかり体をあの慣らして柔らかくしてから太極拳始めます。だからあんまり怪我する人がいませんね。体をやっぱし柔軟にしてからやりますから、ね、70、80なのに。そうです、怪我なく頑張ってやります、はい、ですからあの運動って言ってもこの激しい運動じゃないですからね、うん、ですからついてこられるんですね。そうですよね。そうです、ね、ですから、はい、創立、まあ去年10周年記念やりまして、そんなにやってるんですね。そうです、イベントをやりましたけど、はい、あそこの総理のサーカス呼びまして、サーカス、サーカス、ね、サーカス文化を、ね、呼びましたよね。いろいろやってくれましたよね。それも楽しかったですね。なるほど、そういういろいろ楽しいこともやってるってことですね。年に一度の、ね、はい、イベントがあるんですね。今年は桐生商業高校の吹奏楽をお呼びしまして、これもとっても良かったですね。マーチングも良かったし演奏も良かった。その、演奏で私たちが
演舞をしたんです。これは見ものでしたよ、すごく。吹奏楽部の演奏に合わせて、やりました。すごいですね。すごいでしょ。もうそうなんです。コラボレーション。コラボレーションやったんです。それはとても良かったで、皆さんがね、なんていうかな、涙が出るぐらいみんな感動してくれて。すごいですね。良かったです。こんな風にね、私いろんなものをね取り入れまして、1年に1回は楽しんでおります。で、春は桜の下でっていうことなので、桜の木の下で演舞をまたするんですね。それもまたとてもなんていうかな、桜とマッチして桜の曲をかけたりしてね、それもまた楽しみですね。いろんな楽しみ方ができるんですね。今年は、ぐんまちゃん呼んだんですよね、今年の、春。ぐんまちゃん呼んで、ぐんまちゃんはぬいぐるみだけです。で、私どもがほとんどぬいぐるみって言っちゃった。ぬいぐるみを借りてくるんです。ぬいぐるみ借りてくるんじゃなくて、ぐんまちゃんが来てくれたんですね。夢よ。人とか入ってないんですよね、ぐんまちゃんはね。来てもらってまあ、そんな女で、まあ、お話だけだと何なので、そんな演舞というんですか、はい、を早速ちょっと先生にお手本というか見せていただこうかと思うんですけども、いいでしょうか。はい、分かりました。どうしましょうか。僕はちょっと狭いので、あの3分ぐらいかできませんけど、畳半畳でできるのやらせていただきます。音楽の方は、ね、彼によろしくお願いします。これがね、太極拳の挨拶です。夢だろう。
足もね、ちょっとスーッて戻すところとかすごいです。あとはもう腰を落としたり片足で立ったりとか、うん、皆さん90歳の人とかできるんですか、片足で。まだあの人はね、あ、まだできる、まだそこだからだと思います。それすごいですよね。でも今見ていただいたの手足っていうのは全部意識が、うん、指の先、頭のっぺって、はい、足の先まで意識がないと、うん、あのバランスよくできないんですよね。そうですよね。ですから、はい、最初からあのやるのにはやはり1年、2年、3年とかかってるんです。大体3年になると形になってきますね。それぐらいかかるんですね。1、2年はちょっとまだ、まだ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 っていうところだから、太極拳っていうのは奥が深くてね、次から次へと学ぶことがたくさんあるんで、そのうちに体がしっかりしてね、できるようになってくる。で、体のこちらの方をほら鍛えるでしょ、はい、そうすると何でいいかっていうと、脳に通じるから、脳なんかとか地方症が、あ、ボケたりしないですね。自分の方にすることで、それがいいかなと思います。また始まったらちょっと思ったより音楽がイメージと違うって思ってます。そんな感じなんだと思ったら、そう、はい、なんか中国のっていうなんかイメージでいたんで、結構なんか歌謡曲みたいな、なんかもちろん皆さんね、私どもの高齢者ですから、裕次郎なんか私たちの青春ですよね。皆さん知らないでしょうけど、死んじゃった裕次郎なんか私たちの青春ですよね。ですから、わかんないでしょ。こういうのですよね、こうやって今のね、ですよね。はい、そうですね、こういう人ね、そうです、そうです。その人の一番いい時期に私たちは青春を過ごしたわけですから、こんなね、人生に悔いなしでいいかなと思って選んだ曲です。結構何でもあれですか、音楽はある程度何でも合わせてできる、はい、あんまりあの、はい、早くなければほとんど合わせられます。あ、そうやって音楽も変えたりしてこう楽しめるわけですね、はい、もちろん音楽もとても大事ですよね、はい、音楽が違うと違うものやってるふうに見えるぐらい音楽は大事です。そうなんですね。私シンガーソングライターをやってるので、はい、よかったらコラボ、ね、したいですね。なんかいつか曲を書いて歌ってるんですよ。あ、そうですか。ね、もしね、叶えばその、その人は、ね、はい、ルンヒャンっていう、あの、ルンヒャン、ね、韓国の、歌手で、ルンヒャンの渡良瀬っていう曲があるんですよ。そこの渡良瀬が私たちのオリジナルになっております。オリジナルがあるんですね。あるんです。その人のオリジナルは渓谷鉄道で呼んだんですね。それで私もそこのところのライブを見に行って、あ、この人だと思って呼びました。来ていただきます。それでイベントやりました。そしたらその人が弾きながら私たちが周りで演奏して、はい、それもすごく楽しかったです。いろいろやってるんですね。よかったですよ。だからルンヒャンも太極拳とのコラボを喜んでくれたし、それでこういうね、パソコンにも入れてインターネットで流してくれました、とてもいい、去年、一昨年あたり結婚したのかな、なんで、そうかってね、ルンちゃんの情報が入ってきました。それで早速なんですけども、あと本当20分ぐらいしかないので、ちょっと僕たちにもできる範囲でちょっと教えてもらおうと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは一番優しいね、入門編をやりたいと思います、はい、よろしいでしょうか。じゃあ私がここにありますから、2人はそれを真似してやってください。はい、入門編でもね、はい、とても動きが広いので、はい、その中で少し厳選してやります、はい、よろしいでしょうか、はい、一番入門編ですから皆さんも見ながらやってみのイメージしてみてください。手だけでもやってみる、ね、そうですね、はい、はい、まずしっかり立ちましょう。つま先かかと揃えます。手を最速に下ろしてください。一番長い中指を一番この脇に置きます。よろしいですか。はい、右に乗りながら、はい、
かかと上げてください。はい、肩幅に広げます。つま先かかとつきました。そうすると肩の幅に広がりました。大丈夫ですね、はい、いいですか、はい、入門編ですが手のひらを前にしてください。はい、自分の見える範囲内で空気を持ち上げます。はい、ここで前にまとめて、はい、ここから下に下ろしていきます。これは病院でもねリハビリに使っております。はい、もう一度上げてみましょう。上げて、はい、まとめて、はい、下ろします。これが一番最初のゆうべしと申します。はい、最速に下ろしてください。ここから地位が始まります。手の甲を前にして、はい、上げます。肩の幅、肩の高さ、ここから屈伸しましょう。はい、屈伸して、はい、もう一度上げます。はい、もう一度下げてください。はい、正方ピーパー、左に乗りながら一本足になって、右足を斜めに出します。斜めに出して、はい、ここでかかと、かかと、いいですか。はい、手は右手が 鼻の高さ、左手は大事な肘をね、武術ですから隠します。一本のね、腕を挟みました。はい、ここから、はい、まずつま先ついてください。ついて、はい、ここで押さえます。相手を押さえながら腰を回して、左に同じところやります。同じことやります。はい、しっかり右に乗ってくださいよ。はい、左足上げてみてください。それでいいですよ。はい、ここでね、後ろに下がるんですけど、後ろは下がれないんで、こう真似だけやります。はい、右手を広げてください。はい、耳の前まで連れてきながら左足を下げます。下げて、はい、つま先かかと、体重の移動します。はい、左手を見て、はい、耳の前まで連れてきて、はい、右足を下げましょう。ここもうできないですよね、場所がないからね。いいですか。本当4回やるんですけどやりません。はい、ボールを右前で抱えて、はい、右前抱えて、はい、腰を回して、はい、左に斜めに出して、はい、ペンゾンって言うんですけど、右足蹴りながら右手を見ます。上段に出します。はい、左に乗りながらボールを抱えて、はい、右足を出して、はい、かかとつま先、はい、ついたら右手を向いて左手を蹴ります。はい、右手で相手をつまんでください。はい、左手が上がりました。はい、こっちから腰を回して、左斜めに出して、はい、つま先ついたら左手で相手を押し出します。はい、左で肩をつまんで、右手が上がって、はい、腰を回して、右足を出して、押し出してください。押し出します。はい、最後のシーズンショー、お尻を真ん中にいて、手をほどいて、はい、右足をまっすぐにしながら十字を作りながら上げて、押し出して、きれいに払って、肩幅の幅で降りてきます。はい、右寄りながらかかと上げてください。はい、つま先同士で揃えます。はい、これで入門編です。難しい、難しいし、結構ね、足が結構きついですね。一回やらせてもらうね、これがいいんですね。ゆっくりこうやるから、そうです、ゆっくりする方がいいんです。そうです ね、ゆっくりする方がここに負担があってね、いいですね。もう筋肉痛になりそうです、私。早い、膝が早い、そういうことで、高齢者でもゆっくりやればできること、これはね、どこの病院でもね、リハビリに使っております。有名な人では尾身鶴良一さんとかね、そういう人たちがね使っておりますので、ぜひこういうところは、でも私たちも介護施設に言いますけど、座ったままでできるものもちゃんとやるんですよ。座ったままで手だけ動いたりね、するんですけどね。そんなところ、ちょっと今のですもう全然覚えられないですけど、
皆さんどうに覚えていくんですか。もうひたすらやる感じですか。そうですね、ひたすらやって、はい、とにかくこれは3ヶ月で覚えてくださいっていつもお願いするんですけど、はいはい、でも高齢者ですから、まあ、半年かかっても1年でもいいですよって言っております。無理しないで体を動かしに来てほしいわけですよね、うん、それなんで無理はさせられませんよね、はい、ちょっと僕たちは無理してちょっと今のをちょっと細かく切ってとか、はいはいね、もうちょっと教えていただけますか。はい、わかりました、はい、それではじゃあ皆さんのあれですか、どっちが上手だってこのあれですか。そうですね、まだ時間あるんですか。私は分かってらっしゃいますね、はいはい、まだちょっと全然覚えてもらえないね。まだちょっと、はい、そうですね、はい、それでは体はまっすぐに立ててくださいね。で、はい、あのこの百上からこの尾低骨はまっすぐにしときましょう。それで体をここに動かします。よろしいですか。まず肩幅に広げてみてください。広げました。はい、手を合わせてください。合わせます。右と左手とここのところにね、あの気をあの蓄えます。いいですか。はい、腰を回したらこのまま右に回してください。で、だから正中線を乱さないように回します。ここそうですよ。で、左に回してもこれが手が一緒に動くように、これが基本です。よろしいですか。はい、真ん中に来ました。はい、手を下ろしてください。今度左手が上になって右手が下。はい、右に回します。はい、元に戻して、はい、左に回します。はい、真ん中に戻して下ろしてください。これが基本なんです。ですからいつも体の前にボールを抱えるっていうことだね、はい、ボールで、ボールの抱え方はこういう抱え方、こういう抱え方、いろいろあるんですけど、基本的なものは顎の下、顎の下、左手がへその丹田のところ、へその下は3センチ丹田、これを3センチぐらい前に出します。これをパオジャンって言って、ボールを抱えた形になります。これをこれが基本です、はい、それでボールを抱えた形がこういうね、まだ好きな人こういう抱え方しますよね。これは経力が切れるんで、これだいたい45度に下げて少し斜めになってもいいですから、この形を作ります、はい、ね、その中入門の中で相手を交渉、相手をつまって交渉っていうんですけど、これ鍵手、はい、鍵になってますよね、はいはいはい、で5本指全部下に向けて、これは相手の肩をつまんでここにギュッて上げるから、これが上がって、それで交渉を作るんですね。で左手が上がりました、さっきやりましたよね、はいはい、そしたらこの左手っていうのはこれは無知なんです。無知そうなんです、無知なんです、ダンビエっていう無知。それで相手を押し出しながら相手をさらに押し出してやる、これが無知なんです。右も左もなるわけですよね。そこでの武術たるところですね。そう、武術なんですね、はい、そうなんです。ということで、要するに今言った武術はね、はい、踊りだから、太極拳踊りじゃないんです。踊りじゃないってことは、はい、ご承知おきください。はい、はい、じゃあどこからやりましょう。じゃあ入門編の一番難しいところやりましょう。はい、はい、後ろにね、ダオジェンゴンで下がる、もう少し前に出てきてください。ですか、これ一番難しいんです。これはね、皆さんもすごくね、頑張りましたよね。よろしいですか。はい、はい、左足をこう出してください。いいですか。はい、ここで正方ピーパーができました。はい、右手お腹の前を通しながら、はい、広げます。はい、右手を見てください。右手見て、はい、左手も上と下同じ高さ。はい、いいですか。右に乗ってますよね。はい、一本足になりながら右手を、はい、耳の前まで連れてきながら左手を前にして、はい、左足を下げます。つま先かかとついたら体重の移動します。はい、足まっすぐにして右手をしっかり出します。相手を押し出したんだよ。はい、はい、左手は引き込んで、はい、腰、はい、左手を広げた時、はい、右手を上げます。上げます。で、両目で見える範囲内、はい、からいいですか。一本足になりながら、はい、耳の前まで連れてきて、はい、右足を下げて、つま先、はい、かかとをついたら左を踏みながら体重の移動して、右足を左足まっすぐにします。どうでしょう、できてますか。できてない、うん、でも格好になってますね。さすがですね。これが高齢者はなかなかできないんです。
でこれじゃなくてここね、都心ね、はい、斉藤さん、都心ね、斉藤さん、斉藤さん、ね、難しいですね。ね、これはね、ダオ言語で後ろ下がるね、ポーズですね。で今言ったあのイエマンフェンゾン、まだ大丈夫なんですか、はい、まだ大丈夫ですか、はいはい、イエマンフェンゾンっていうのはあのボールを抱えた手をね、こうボールを抱えましたよね、まず左に乗ってボールを抱えてください、抱えました、いいですか、はい、手合わせて、はい、腰を回して右足を斜め、はい、かかとつま先ついたらこれを、はい、あのよく潰すっていうんですけど、潰しながら右左足を蹴って頂戴の手をするんですね。これがイエマンフェンゾン。じゃあこれイエマンフェンゾンは何かっていうと、はい、あの馬がたてがみをこうに下げてバーンってなった時にたてがみがふわって吹いて、はいはい、その形ですから、はい、ボールを抱えたのはこれはまだ髪の毛、それからこれがフェンゾンしながら髪の毛がふわってね開いた形をイメージする。それじゃあどこを攻撃するかって言ったら、この手のここで相手を押し出すんです、ここで押し出すんです。で左手は相手が来るのを押さえるんです、はい、そうね、両方やりましょう、それ一緒にねいいですかうん、ですからこうじゃなくてここでここで押し出す。あのいろいろなね、あの形とそれから約束があります。約束、足はただ動かしてるんじゃなくって、はい、その武術ですから、はい、こうにしてね、あのって言ったらひっくり返らないように、はい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 、右と左の左で一本の板に乗らないようにだいたい10センチか15センチくらい開けてこういう形を作ります。一本に乗っちゃダメ、乗っちゃダメ、乗ったらこれ乗ったらこれ一本線だから くるくるになるんです。そう、このくらい開けます、はい、開けてそれであの左も右もこの右足もここのねのここから出ないようにここねしっかり床から垂直にやります。で左足は伸ばして、もう少し伸ばして、どうぞ伸ばして、あ、かっこいい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 、出ました、かっこいい、かっこいい、かっこいい、やったね、はい、そうです。若い人は早いね、ね、そういうことですね。それが基本です。これも伸びるのも辛いね。伸びるっていうのはこの辺の伸びはね、非常に体にいいんですね。良さそうですね。それでここのところのね、垂直に立つのはここにだいたい 70%、後ろが 30%。乗ってください、はい、そうするとここに負荷がかかりますよね、はい、負荷がかかったのが筋肉のいい筋肉がついてその筋肉が命をね守ってくれるということですね。はい、はい、あ入門やっただけで汗が出ます結構全然早く動いてないけどすごいとここがじわじわもっとね、はい、あのいろんなことを教えてあげたいですけども、はい、先生これで40分までやっていいんですよ、これで。あ、そうなんですか。はい、今32分、はい、あ、そうですか。はい、ね、うん、ね、もしかけてできます。渡らせの、はい、そうだね。渡らせの、渡らせのオリジナルの、ね、オリジナルの渡らせのね。はい、じゃあこれはあの場所が少ないからちょっとカットしながらゆっくりやってみましょう。はい、全然覚えてはいないけどね。うん、先生を見ながら、見よう見ながら、ね、見真似で。そうですね。ちょっと難しいけどね。基礎は教わりましたかね、この、ね、そうですね。ピントやってね。ね、卵で軸は一直線じゃない、うん、そうですよ、はい、よく上がったね、さすがに高いね、もうちょっと下がってもう少しこれねあの動きますからね、はい、この辺でいいでしょうか、ね、じゃあ今言った入門と初級を続けてやります。じゃあ5分ほど。入門と初級違うんですか。違うんですよ入門は、はい、どうぞちょっとあの全曲があるんで、あの、はい、一緒にね足を開きましょう。渡らせっていう曲なんです。渡らせの渡らせ渓谷をルンヒャンが往復してそれで自分で作った曲なんです。作詞作曲イメージして、とても気持ちいいですよ。渡らせをイメージしてください。群馬県ですよ。はい、足をまとうですね。はい。
Thank you.
てきてるね。はい、気流液とか出てくるんですね。うん、ね、知ってるわ。すごい。このじわじわきますね。すごいじわじわくる。うん、ポッポする体の中からね、温まる感じが、ね。全然できてねえだろうって思ってると思うんですけど。すげえ。疲れますよ。まあ、いい運動になりますね。いい運動ね。はい。それで頭もね、やっぱり老化しないように、はい、頭で通路っていうのがあるわけですよね。例えば今、はい、入門大事式やります。これ8つです。次は、うん、あの24式ってもう世界中でやってる24の通路を覚えなきゃいけないですよね。それ3倍じゃないですか。そう、その上になると48、42式といろいろなね、88とかいろいろな あるんですよ。はい、あのバージョンがね、はい、ですけどそこまではまだシルバーの方は、うん、あのやってませんけど、うん、24はほとんどの会員の人ができるように指導しています、うん、すごいですね、はい、じゃあですね先生一応この番組はあのどっちが上手にできたかっていうのを判定していただくんですけど、うん、どうします先生あれですか見えてました見えてませんですよね先生ずっとここにいましたからねじゃあどうしますか皆さんにジャッジしてもらえますか、うん、拍手であれですかね、はい、いいんですよ両方拍手しても罰ゲームっていうね、はい、あるのでね、はい、じゃあ一応聞いてみましょうかじゃあ、はいはい、じゃあですねこちらの、斉藤さんが良かったと思う人拍手お願いします、はい、不安だなこれ、はい、じゃあ、 僕酒井が良かったと思う人拍手お願いします同点かなこちらね、こちらね。じゃあ、斉藤さんの勝ちでーす。ということでね、今日の罰ゲームがですね、酢ですよ。やるかくなる。健康にいいということで、健康にいいということで、酢を、飲むんですけども、あと3分ぐらいありますのでこの準備の間に先生改めて告知とか太極拳の良さとかをぜひ語っていただけますか。そうですか、はい、ありがとうございます。初めて見た人ちょっと手を挙げてください。太極拳ありがとうございます。ちょっとやりたいなって感じた人手を挙げてください。あら誰もいない。あ、ありがとうございます。さっきお客さんが気流液なりやりましたねっていう、もう3回ほどやってるんですよ。2回ぐらいね。で一応30人ぐらいの体制でいつもデモンストレーションやるんですけど、要するに今私が冒頭に言ったように体をゆっくりとした運動なので、とてもここに負担かかるけども、この意識、今言いましたよね、頭のてっぺんの動き方、手の動き方、足の踏み方、そういうことが非常に大事で、それが頭の運動ですから、太極拳やっている人はほとんど認知症にかからないでね、長生きできるかなと思うんですけど、それにはただ長生きしてね、元気で長生きじゃなくて、やっぱり体を動かさないとどうにもならないんで、それで体を動かしましょうということで始まった運動ですから、上手になるとかならないんじゃなくて、体を動かしに来てくださいということで私どもには募集しています。でインストラクターがもう30人ぐらいいるので、ね、どんな人が来てもマンツーマンで教えます。そんなにいるんですね。はい、はい、います。マンツーマンで教えますから、はい、どんな人が来ても、はい、優しく丁寧に100円で、100円だから粗末でじゃないんです。100円でね、大成功といろんなものを買えますよね、はいはい、そういうバラエティーなね、私のいろんな人のインストラクターいますのでね、優しく丁寧に分かるまで教える、しっかりしたポジション持ってますから、それなのでぜひ、もしお母さんを誘ってください、おばあちゃんをね、若い人は誘ってくださいということで若い人も来ていいんですか。もちろんいいんですよ。です、ね、はい、いいんですけども、世界で一番お得な100円の使い方ですね、はい、本当だと思います、はい、そうだと思います、はいはい、じゃあシルバー気候太極拳クラブですね、はいはい、ぜひやりたい方先生のところまでお願いします。ぜひぜひ。じゃあ、はい、乾杯します。罰ゲーム。酢もね、体にいいですから。じゃあ、僕これを飲んだら、じゃあまた来月ってなりますので。はい。はい、じゃあ。どうぞ。いただきます。あれ、そんなに入ってない。
ないよ。酢嫌いなんですよ。酢嫌いなんですよ。臭い。いや、臭い、酢臭い。頑張れ。頑張れ。できたー。やったなまた来月。ありがとうございました。もう帰らなきゃな。何回言ったか。止まらない時間を見てみないふりした。